暗く見える。5次元のレッツさん、ライディンさん、かわいいユフトたくさん、ありがとうございます。トカゲのおじさんバラ、おいでませ元気さんバラ、スケさん、ゆうちゃんハートありがとうございます。中野さんもハートありがとうございます。顔にあんまり色がないように見える。なんでやろ。星野ムテータカダヤさんバラ、マー君3号さんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。めっちゃ可愛いけど、めっちゃ目がパサパサする。ツアー応募しましたってありがとうございます。ツアーがあります。これは明るすぎか、でもこれくらいなら、もっとか。やじうまさんハートありがとうございます。20世紀ともちゃんタコありがとうございます。アバター残り3人だけどサラピが出ない。あ、サラ昨日やったら出ました。自分の吉田サラアバター、出ましたよ。チョウさんがまだ出てないけど、めっちゃ目乾燥する。いいところに目薬が。割と早めかな。10人以内で出た。10人も全然、7人もやったかなぐらいの速さのレベルでした。目薬の刺し方って癖出ますよね。本当ですか。そうなのかな、わかりません目薬の刺し方ってみんな一緒じゃない。ん、アイコン、アバターよね。アバター、
目の横から刺す人なんているんだ。横から刺すってどういうこと？こうってこと？こうもう上向いてが一番早い気がするけど、横からはやったことないけど、刺さらなくないですか？こうやってやったら目に入らん。目の形によるんかな。サラの目には入らない。相変わらずアバター出ないよ。まあでもアバターはね、ずっといや、もうずっと永遠に星集めして、星投げをすれば、星投げを40何回すれば絶対出るけどね。いつまでだよ。上を向いて口に入っちゃう人どういうこと？上を向いて口に目薬が入る。無事にゲットしましたって。このアバターは今月いっぱい。あ、そうなんだ。そう、かぶらんけんね。いつかは出る。目薬苦い。これはサラは苦くないやつを刺してます。なんか目に潤いを与える系のやつ。なんかあの目に何かが起きた時のやつじゃないので、あの全然苦くない。あのなんかね、こう喉を鼻どこやなんかね、喉の後ろ、鼻の後ろの方を通ってくるやつあるけど、それではない。そう、これはスースーしないやつです。これはただ目に潤いを与えるやつですね。目薬と櫛はよくなくす。よくなくします。いやなんかね、
よくなくなるんですよ。多分ちっちゃい剣かな、あと使う頻度が高い剣かよくなくなる。シュルーム以外でもう目薬は使うよ一応。これはなくしてないけど、全然これはなくしてないけどね。スースーするタイプのやつだね、よくなくす本当に。リップはなくさん、リップはなくさないです。さやまっちゃさん、傘、リリーンさん、ノムさん、てるてる坊主、たくさん。てるてる坊主って不意に名前が出てこない。てるてる坊主、甲子園のフォーティエーター赤です。てるてる坊主、西 NP さん、タコたくさん、王さんとついたろうさん、ピロシさん、ハート親子ありがとうございます。そうそう、使ってない間にね、あれどこ行ったってなるんですよ。でも今一番大きななくし物はブラシ、あの櫛、コームほどちっちゃくない普通のあのもう髪乾かす時とかに使う大きいブラシがね、なんかなくなったんですよ。昨日の朝アイロンした時はあったはずで、その後からなくなったんですよね。そう、そんななくなるようなものじゃないはずなのに、絶対洗面所にあるはずなのにないんですよ。でも洗面所にあるはずで探してもさ、洗面所に物をそんなないので、絶対いつもの定位置にあるはずなのにないんですよ。なんでないのかが謎なんですよね。そう、なんかなくなっ、捨てあるはずなのにないんですよ。まだまあなくなって24時間ぐらいなんですけど、管理しっかりしてる。管理というかね、最後に普通に使ったのに、使った後からないけんね、ちょっと謎なんですよ。昨日の朝アイロンした時に使ったはずなのに、それからでも移動させてないはずなのになってなるんですよ。名前書いておこう。違う、家の中でなくなってるけん、名前書いたところでなんですよ。あの外に持って行ったりはあのしてないので、外に持って行ったりはしてない。ゴミ箱の中にあったことある？ゴミ箱ないんですよね、さ、家にというか洗面所に。おかしいな。寝ぼけてないですよ、寝ぼけてない、全然寝ぼけてない状態。
でももしかしたら昨日もなかったのかな。本当に最後に使ったのがいつなのかちょっと思い出せんよね。ゆうちゃんタコ重ありがとうございます。中野さんハート、つかにさんタコありがとうございます。ライディンさんタコ重ありがとうございます。なんもない部屋でなくなるかなって、いやなくなるんですよ。神隠しかもしれない。本当にそのレベルでないんですよ。そのレベルでなくなるんですよ。謎だ。ちょっとしたミステリー。いや本当にねないんですよ。無意識に捨ててない、捨てないですよ、捨てないよ。そんな小人の仕業かもしれん。本当に本当に本当にそのレベルでなんかおかしいなってなるぐらいなくなるんですよ。自分物をなくすことがほぼないです。それなくなったことに気づいてないんじゃない。なくなったことに気づいてないだけじゃない。さっき見たらなかったのに次見たらあることある。いやあるよね。わかります。意外となんかめっちゃ堂々と置いてあったりするよね。たまにここ見た時なかったのにみたいな。なくすほど物が多いってことかな。いやそんなものない。本当にもう一望見せてあげたいぐらい。そうやってなくすわけないのにねってなるんですよ。なくすわけないレベルのあれなのになくなるんですよ。そう、そういつもいつもね置いたところにあると思って普通に次使おうとしたらないとかよくある。あ、そう、スマホはね、本当にある。スマホを探して気づいたら、普通に手に持ってるとか、あるある。あるあるです。そうでもね、携帯と財布だけは本当になくさないように気をつけて。なんか家の中でなくなったりすることもよくある。多分ね、小さいくじ、コームとかそういうのがなくなるのは、ビューラーとかリップとかそういうのがなくなるのは多分ね、あれなんですよ。もう単純にメイクするときにメンバーがいっぱい固まっておるけん、間違えて持って帰られたりとか、あとは普通になんか物がいっぱいありすぎてなくなったりとか。
ポポさん、てるてる坊主、マジスカさん、ハート、マー君3号さん、クマ、ありがとうございます。ディネさん、カサ、ありがとうございます。物をなくす、物をなくすというか、でもみんな割と多いですよ。よくあるよくある。なんかね、メンバーやっぱ流行っとるものが同じやけんか、みんなね、メンバー持ってるものが同じみたいなことがね多いんですよ。ビューラーとかほとんどもうみんな使っとるの、メイクさん含めて使っとるの同じやったりするけんね、なくなるんですよ。それに関しては名前をね、あの書くのは、書くっていうか名前つける、名前のなんか貼ったりするのは大事かもしれない。サラちゃんの配信でサラちゃんのアバターが出る奇跡、ぜひ使ってください。電話してる時にスマホなくすわって、それはなくしたに入らんでしょ電話してる時になくすわはもうちょっとよくわからん。ビュラに名前は書けないんですよね。やけど目印の何かをつけるとかしかできない。もう夜ご飯を食べましたか？食べてないですよ、今日は。まだ。今日はブラウン系ですか？何がですか？何が？あ、ご飯の時間だって。そうなんですね。7時。7時。7時がご飯の時間なんですね。カフェは美味しかったって、食べてないですよまだ。そうやって地味に食べたかどうかを確認していますね7時は良い子は寝なきゃ、まだ寝るはないでしょ。帰らなきゃ分かるけど、寝なきゃはまだない。
み物割りと伝えていましたって。どうですか、どうでしたか。坂さんハート、西 NP さん、可愛い人たくさんありがとうございます。そう、明日お話し会1時間目からなんですよ。1、3、4時間目です。でなんかね、でもマリトッツォってマリトッツォっていうおしゃれな名前がついてるだけでパンなんですよパンなんですよ。そう、パンなんです。じゃあ京都からお話し会いいですね。生クリーム入ってるだけって、まあだけって言ったらまあだけになるけど、まあそんな感じですそんな感じ。ケーキ屋さんに売ってた、ケーキ屋さん、サラは牧場のやつを食べたのでめちゃめちゃに美味しかったです。やっぱ中の味はあのやっぱり中のクリーム次第って感じ中のクリームによって変わりますねって感じです。もっちゃむ、もっちゃむなんて久しぶりに聞いた。もっちゃむっていうタピオカ屋さん、広島にはないんですけど、もっちゃむっていうタピオカ屋さんがあって美味しい。福岡でタピオカ飲むときはそれが一番好きやった。100% って書いて、もっちゃむっていうお店、タピオカ屋さん、ゴンチャとかと一緒、タピオカ屋さんの名前です。そう、できたばっかりの時はね、もう大行列ですよ。もう行列行列、すごい行列だったんですよ。
平気でなんかね4時間待ちとか、サラはさすがにそれは並ばんかったけど4時間待ちとかあるぐらいすごい並ぶんですよ。タピオカ屋さんが潰れていて悲しいですね。なんかタピオカも普通になんかもう流行りじゃなくて、あのスタバみたいに定番化されればいいのにねって思います。4時間はね、アトラクションですよ4時間はテーマパークでも4時間ってめちゃめちゃ長いけどね。ケバブ食べたいんですよ。ケバブ食べたい。どうやら広島あるんかな。でも広島カレーパンのお店も早く行きたいんですよね。カレーパンの店普通にパン屋さんでカレーパンを取ったらあんまり買う気にならなくても、なんかカレーパン専門店とか食パン専門店とかなんか専門店やったら買いたくなる謎、買いたくなるマジック買いたくなりません？買いたくなります。ね、スタバね、なんか今もう話題ですよね。その話題って感じ。47都道府県バラバラでどこどこ限定のスタバみたいな。福岡がね抹茶なんですよ、残念なことに。抹茶は食べれない、飲めないので、ツアーの時にちょっと行けたらいいな。なんか佐賀県がチョコって聞いたんですよ。
まあね、あんまりサラはスタバはね、いつも、 もう自分が好きなものを買うだけで期間限定に手をつけない人なんですよ。意外とね、期間限定に興味がない人なんですよ。けど今回のはありすぎてちょっと気になるけど、何があるんだっけ。抹茶苦手なの、可愛いって。抹茶苦手やったら可愛いんですか。北海道がトウモロコシ、青リンゴ、岩手。気になるのはちゃんと見てないんですよね。気になるのは栃木県、栃木いちごじゃないんだ。栃木県のパチパチ、パチパチチョコレートフラペチーノ気になる。栃木なんて絶対行くことないな。あ、でも東京も美味しそう。コーヒージェリーキャラメル、あ、キャラメルか。でも最近ちょっとね、コーヒーっていうか、あの、なんやろ、パピコレベルのチョコ味、チョコ味ではないな、コーヒー、なんかめっちゃ苦いコーヒーではないけどぐらいのコーヒーをがちょっと気になる年頃なので気になります。東京、栃木、東京が気になる。あとは、あ、これ良さそう。兵庫ツアーの時に行けるかな。兵庫気になる。兵庫、兵庫、大人のバリチョコハイトクリーミーフラペチーノ。さあ、やっぱチョコ系のフラペチーノはね、チョコ系しかっていうタイプなんですよ。気になってるの全部チョコ系。ああね、佐賀はチカッとカリカリシュガー&チョコレートフラペチーノ。佐賀も良さげですね。熊本も良さげですね。あ、でも宮崎ちょっと気になる。宮崎ちょっと気になるね。6月30日より、並びそう。スタート。宮崎は何やったか。これなんて読むっけ。日向夏、なんて読むっけ。これなんて読むっけ。テゲキラキラ氷河夏。テゲらしい。ヒューガナツ？ヒューガナツっていうの？宮崎知らないな。らしい。それちょっと気になる。っていう名前。テゲキラキラヒューガナツフラペチーノ。長崎カステラコーヒー、すごいね。カステラの味するんかな。あ、でも愛媛も美味しそう。キウイ、
意外とイチゴとかがないんですね。意外だ。青森が一応イチゴ入ってるけど、なんかザイチゴのやつっていうのはないんですね。みつさん、すけさん、バラたくさんありがとうございます。おでませ元気さん、ハートありがとうございます。全制覇する人とかおりそう。北海道から沖縄までスタバマニアの人は全制覇しそう。マーク3号さん、傘ありがとうございます。福岡の抹茶はまあ確かにって感じ。やめ茶があるのでね、やめ抹茶、やめ茶が有名なのでね、福岡。そう考えたら、そう考えたら、あり。でもいそうじゃない、全制覇の人。抹茶、抹茶じゃないや、スタバがめっちゃ好きなスタバマニアの人なら無理そう。確かに隣の県ぐらいはね、いけそうですね。スタバマニアの人は行くであろう。やばい。目が痛い。めっちゃ目が痛い。最近目が痛い。最近目が痛い。本当に。右目がゴロゴロするんですよね。目が疲れてるか。よし、じゃあ27分になったらランキング見ます。目を触りがちだから心配になる。でも目がね、痛くて触っちゃうんですよ。かゆいのと、あと乾燥、目の乾燥して。
んと眼科定期的に行ってねって、親みたいに言ってます。今日も会えて嬉しかったです、ありがとうございます。物もらいね、確かに南ゆりなみたいにメバチコにならないように、まだ眼帯になったことないけど、眼帯になったらもう生活がね大変そう。だから多分ねさ、目触っとるっていうより前髪が邪魔でこうやってやってやっとるよね多分。ではランキング見ます。飲み水さん、花束ありがとうございます。そう、南がね、メバチコなんか何回も言ってきよった、メバチコだったなってんけどってなりそうっていうのを聞いとったけ。48位さとしさん、24位 TNGA さん、13位またまた吉田沙羅の美脚をたたえる会、誰やったっけ、副代表さん、12位、あ、もう間違えた、拍手してしまった、12位フォーコさん、11位奥行さん、10位浅香さん、9位中野さん、8位ウェデマス元気さん、7位ピロシさん、6位甲子園のホテータアカデさん、5位スケさん、4位ゆうちゃん、3位ニシエヌピーさん、2位マー君3号さん、1位ライディーンさん、ありがとうございました。では終わりまーす。では終わります。あ、そう、明日はお話し会なので来てくれる方はお話ししましょう。また画面がカクカクし始めた。では終わります。ありがとうございました。